この録音しているのが25日なんですが、今日はですね、北朝鮮の軍隊を作ってからの記念日で、核実験が行われるかミサイルを撃つかというふうに言われているんですが、今の状態ですとですね、普通に考えたらない、なんつったって、1時間後に、核実験するかもしれないんですが、そういう緊迫した情勢なわけですね。で、単に今までのように北朝鮮が核実験してもミサイル打ち上げても、それは困るよと言っている間はいいんですけれども、本格的にアメリカ軍がですね、朝鮮半島沖に来てますので、アメリカ軍が攻撃するってことになるとですね、軽い攻撃ならある程度のいざこざで終わるでしょうけど、徹底的にアメリカ軍が攻撃したら、北朝鮮はもうこれはダメだと、いうことで、日本を攻撃してくる可能性があるわけですね。ミサイルの数とか攻撃の体制っていうのは、私今準備しておりまして、金曜日にはですね、金曜日の朝の虎ノ門ニュースですね、これはインターネットで見るわけで、YouTube で虎ノ門ニュースというふうに入れなきゃいけないんですが、そうしますと8時から10時までの放送があり、かつその放送は YouTube で1週間から2週間ですね、いつでも見れるということで、とても便利なニュース番組ができたわけですが、それで金曜日の、今週の金曜日に詳しく解説するつもりなんですけれども、ここでは日本は自衛されているのかと、このことをその時にお話しするわけですね。で、一番簡単な方法が憲法9条があるからっていうやつですね。憲法9条であれば諸国民は平和を希求するので、日本に攻めてこないんだという考え方はあるわけですね。日本人の、極端に言えば5割ぐらいそう思ってるんじゃないかと思うほど、日本国憲法にある9条というのを大切にしたいというのがあるわけですね。で、この理屈はですね、もちろんあり得るんですね。全然おかしいんだという話もあるけども、あり得るわけです。なんであり得るかって言ったら、家に鍵をかけないってやつですね。家に鍵をかけないと、じゃああなた強盗が入ってきて子供を殺されるじゃないかと。いや、そんなことないと。私は日本人を信じてるって、こういうやつですね。日本人は非常に立派な民族だから、礼儀も正しいし、悪いこともしないし、誠もあるから、人の家に入って子供を殺してお金を取っていくなんていう強盗みたいなことはしないんだと。だから、その憲法9条があれば平和は守れるんだっていう人は相当多いわけですね。結構知識人でもそう言ってるわけですね。だけど、その世界中が泥棒みたいな強盗みたいなのがいないかっていうと、いっぱいいるわけです。まずアメリカがそうですね。アメリカは自分が気に入らなければ、他国を攻めると、日本はたまたま今アメリカの同盟国ですから、アメリカに攻められるってことないんですけども、同盟国でなかったらアメリカは日本を攻めるんですね。同盟国じゃない中国なんてのは非常に危険で、現実的に日本を半分攻めてきたり、尖閣諸島に来たりしてるわけですね。尖閣諸島はちょうど玄関みたいなもんですが、日本の玄関みたいなもんですが、玄関までは入ってしょっちゅう入ってくると、こんな感じなんですね。で、北朝鮮もどうなるか分かんないんですが、今日キム・ジョンウンっていうのがですね、自分のおじさん、長く小さい頃から付き合わせた自分のおじさんを、単に政策上のミスがあったからつって銃殺するっていうことはあり得るんですが、火炎放射器で焼き殺すっていうのはですね、ことをしたわけですが、彼がどういう態度に出るか、普通の例えば日本の安倍首相とか今までの小泉首相なんかがですね、突然政敵を火あぶりにするなんてことはないんで、日本の常識ではちょっと考えられないことが現実に行われてるわけですね。ですから憲法9条があれば、大丈夫なんだ。要するに信じれば強盗は来ないから、玄関の鍵をかけなくていいっていう理屈はですね、ちょっとダメなんじゃないかと思うんですね。おそらくですね、憲法9条を守る会とか、それから憲法9条があれば戦争はいいんだと、軍隊を持つよりか憲法9条の方が平和を保てるんだと言ってる人たちも、家には鍵をかけてんじゃないかと思うんですよね。それは確かに強盗がいない方がいいんだけども、そんなこと言ったって世の中には強盗がいるし、それで子供が殺されちゃいけないっていうことだと思うんですね。次に自衛隊ですね。じゃあ
軍隊、つまり他国に侵略する軍隊は良くないけども自衛だけの軍隊だったらいいんじゃないかって、まあ、自衛隊をずっとやってきたんですが、自衛隊もですね、実はその憲法9条の支持する勢力の人が強いもんですから、せっかく自衛隊を作ってですね、大体国民所得の 1% ずつ出してきたんですけれども、やっぱり普通の、まあ、その自衛ですから、日本に上陸してくる軍隊をなんとかその海岸で抑えるっていうことは非常に力があるんですけども、北朝鮮から飛んでくるミサイルを防げるかっていうと、なかなかそれは今のところできないんですよね。まあ、その具体的な計算を今度の金曜日に、その示すというふうなつもりなんですけれども、今の北朝鮮のミサイルの量とか、日本のイージス艦もしくはペイトリオットの防衛網をこう比較検討しますと、まあ、到底その守れないんじゃないかなっていう感じがするんですね。そうすると憲法9条で相手を信用しますって、まあ、金正恩にこう日本の人が言ってみたらどうかと思うんですね。金正恩は北朝鮮はミサイルを飛ばしたり核実験したりして、あるいは日本も安穏としてはいけないよ、攻めてきたら攻めるよなんて言ってるんだけど、本当ですかとしたら、もう絶対に軍備やってるけど、軍事ミサイル作ったり、それから、核兵器を作ったりしてるけれども、絶対日本にはやりませんか、日本は憲法9条があるんですからと言っても、それは絶対それは大丈夫だと、自分の子供をその危ない目に遭わせてもいいんだっていう言い切ることができる人っていうのはあんまり日本にいないんじゃないかと思うんですよね。しかしその人たちが、例えば空襲警報の J アラートっていうのがあるんですけども、それを鳴らすとですね、 NHK まだ鳴らしてないんですけども、それは鳴らすと、そういう人たちがそのなんでそんなことするんだとかって、北朝鮮は日本の国土に撃たないに決まってるじゃないかとかですね何回も何回も日本の場合は日本の経済水域って言いますかですね、まあ、いわゆる漁民が働くとこですね、漁船がそこに打ち込まれてるわけですよ。たまたま今まで、漁船に当たったことがないんですけども、まあ、人の、農家としては自分の、畑に打ち込まれてると思うんですね。たまたま畑に人がいなかったっていうだけで、まあ、極めて危ないわけですね。まあ、通常だったら北朝鮮がもうすでに玄関先に入ってきてるっていう状態なわけですよね。それから、まあ、尖閣諸島では中国がもう、尖閣諸島の周りをずっとこう取り囲んでて、日本の石垣島の漁船が尖閣諸島で操業できないっていうまでになってるわけですね。それから竹島っていう島は、これ国際的にもその日本の領土だとなってるんですけど、まあ、実際は韓国が占領してるわけですね。まあ、やっぱり国際、まだ国際的にはですね、まあ泥棒強盗がいる段階なんです。それはまあアメリカがシリアを爆撃したり、ロシアがシリアを爆撃したりですね、この前はロシアがウクライナの領土である一部を取っちゃったんですよね。だからそういうことはまあ今いくらでもあるわけで、そのたびごとに大量の人が殺されるわけです。まあ、もっと簡単に言えば、中国はチベットとかウイグルを占領して、軍事的に占領してものすごく人を殺したわけなんですが、まあ、そういうことに子供が被害を受けないように頑張るのが普通は親なんですね。ですから、まあ、玄関に鍵を子供がかけ忘れ、ちゃんと玄関に鍵かけてくださいっていうのは親なんですよね。で、夜中に寝るときに玄関の鍵がかかってないかなと思って見回るのもやっぱり親なんですね。やっぱり子供は安心しきって玄関の鍵のチェックなんかしないんですけども、だそういう点ではですね、現在の日本は自衛もされていないということになるんですが、この際ですね、北朝鮮がこういう時期に、集団的自衛権に反対した人とか、戦争法案と言った人、それから憲法9条の会というものの人はですね、憲法9条を掲げれば、北朝鮮は日本にミサイルを撃ってこないのかということをですね、の対する考え方をはっきり言ってほしいんですよ。はっきり言ってくれないとですね、どっちが正しいかまだ分からないんですね。軍隊を持った方がいいのか、北朝鮮からのミサイルを防ぐにはどうしたらいいのかっていうのを、憲法9条の守る会の人がですね、やっぱり言ってくれる必要があるんですね。で、こういう会に議論しないと、なかなか日本をどういうふうに防衛するかっていうのは、
議論できないわけですね。何も問題ないときには議論が分かれてしまいます。こういうふうに具体的な問題があるときには、ミサイルを、攻撃用のミサイルを配置した方がいいのか、自衛隊というのが必要なのかということが具体的に議論されるんじゃないかと思っております。日本は自衛されているのかということをもう一回考え直さなきゃいけないと思います。